闇に惑いし哀れな影よ、人を傷つけ貶めて。罪に溺れし業のため、一遍死んでみる。こうして少年のいとこと姉も地獄に流されました。結局両親は帰ってきませんでしたが、少年はめげていません。おかえり。どうしても反省はしないようだね。死体さえ残らなければ殺人罪に問われることもないそうです。よし、やろう。いつまで続けるの、こんなこと。アリナ、お前のような子を一人でも助けるために僕はやるよ。